日投稿アイドルフルーツポンチのシフォン、赤ね、はるか、ソルト、ナスミン、パーン。本日の企画は24時間 Uber Eats 頼み合い生活。イエーイ。ということで今はまあ朝なんですけれども、はい、ございます。まあ、今日のこの朝、はい、昼晩の3食の食事をですね2チームに分かれてお互い頼み合いたいと思います。はい、でその届いたものを絶対に完食することと、はい、あと1日今日それしか食べられないというルールでやっていきたいと思います。はい、はいはい、それではやっていこう。フルーツポンチ、フルーツポンチには公式 LINE があります。動画内に出てくるキーワードを送っていただくと限定画像や限定動画をもらうことができます。ぜひ動画を最後まで見ていってください。お願いします。じゃあチーム分けをね、どうしましょうか。グッパーとかにするとかにしますか。はい、グッとパーで分かれましょう。あ、分かりました。チーム、ね、そうだ、チームと勝ち方チームで、はい、チーム10代とチーム20代。あー、吸ったというより朝なんで喉が渇きました。そうだね、朝からしても乾いたもん。喉が渇いた。確かに。え、じゃあ一番ベストな朝食何みんなの。ヨーグルト。ヨーグルト。おいこ。確かに。本当。おいこ。え、テンション上がる？あ、るわ。テンション上がるってさ、なんか覚えてるやつじゃない朝から。ああ、じゃあおにぎりとかテンション上がるわ。おにぎりもいいね。あ、サンドイッチとか。あ、テンション上がる。それを踏まえた上で頼みましょう。そうだね。お願い。じゃあみんなで各自とかチームで。あ、これとかいいんじゃない？あ、これいいじゃん。え、やばくない？これ、これいいじゃん。それしようよ。これは？うん、それにしよう。これでいいや、これでいいや。これしよう、これしよう。これにします。はい、来ました。決まりました。はい、じゃあ朝ごはんが来るの待ちたいと思います。はい。はい、では朝ごはんが届きました。イエーイ。はい、一斉のでちょっとあげる、ここに。うん、一斉のでじゃーん。そう、小さい。小さい。少ない。朝だよ、朝。ありがとうございます。朝って感じの大きさね。やばい、めっちゃ遠い袋も。じゃあそっちからまずどうぞ。はい、いきます。かわいい。ドーナツだ。チョコドーナツにしました。サッポリの。嬉しい。嬉しいでしょ。朝って軽いの欲しいからね。確かにね。一日胸焼きしちゃうから。野球センスなる？え、どっち？ちょっと開けてみる。これ本当にカレーが違うかもしれないからね。確かに、私カレーじゃないかも。カレーじゃないよ。匂いがした瞬間カレーだからね。わ、カレーだわ。全然カレーだわ。一日元気に入れるように。そう。わーわー。じゃあ、食べますかね。そうだね。せーの、いただきます。かけるはつけた。うん、おいしい。かける方が楽だよね。かけるよ、もう。じゃあ、で。あ、おいしそう。おいしそう、いいの。あ、間違えた。カレーのかけ方特殊じゃないの。確かに。こっち、あ、こっちに走る。じゃあいただきます。はい、美味しいけど、うん、濃いね。めっちゃ美味しい、甘くて朝って感じ。カレーだって方が朝って感じするな。おーい、ザ朝だな。カレーだ。おはよう、世界。優しいね。うん、優しすぎた。こっちは、あれだよ、お昼も優しくするから。うんうん、そうだ。みんな優しく、世界はね、優しくなればいいと思う。優しく、ね、優しくいこう。ね、平和同盟。ね、うん。いや、フェルで入ってたよ。うん、最後の口、いただきます。全然違うんだけど、なんでよ。あとね、辛い。辛いのが好きだけど、ごちそうさまでした。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 あるね。知ってる。あるあるある。ありますよね。ずっと落としていく。あー、あった。なんかちっちゃい顔してた。ピコピコして。え、すごい。え、すごい。あと一口だよ。あと一口。え、どこら辺が。あと一口。あと一口。どこら辺が。なし、なんか辛くなってるんだけど。なんか辛い、本当に。急げ。カチ、こんな辛くなかった。一回見てもらったら。それと見せて。見てもらった。え、ねえ、あれ違うよね、色違うの。これ上がらん。いるって。カチちゃん、カチちゃん頑張れ。カチちゃん、もうリタイアしちゃうんじゃん。ダメだ、朝だよ、まだ。完食しなかったら負ける。フルーツポンチ。最後の一口です。おお、すごい。これ全部食べないかんからな。出てる、最後の一口。いろいろ出てる。ダメだよ、最後の一口。おお、お疲れ様。お疲れ様。おい、しかちゃん。
これ地味に辛いやつでしょ。地味に辛いの地味。本当カレーないが苦手で、これ食べたらもっと嫌いになる。何言ってるか全然わからない。食べたらもっと嫌いになるでしょ。ちょびちょびしすぎよ。ほらこのさ一口でいけるやつをさ、ちょびちょびしてる。ずっとおる。はい、やばそう。ごちそうさまでした。いやもう朝からカレーきついから。もう今日これでいいよ。まあ、昼よ、かっちゃん、そうだね、あるからね、でもしかもさ、遅かったからさ、割と昼だと近づいてて、やばいね、いや、そうだから行ったんだよ。いや、頼んでいこう。お昼は頼みましょう。はい、はい、え、これはてん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 、いいんじゃない？それする？即決だ、うちら。え、即決？いいの見つかった。いつも、かちがこれでいいじゃん。あ、これいい。これ、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 行きたいと思います。ずっと喜ぶよ。はい、次お昼を待ちたいと思います。はーい、昼ご飯が来ました。イエーイ。じゃあドーンでいきます。はい、せーの、ドーン。はい、あ、いいんじゃない。一緒の感じ。確かにケンタッキーでしょ、うん、とマクドナルド。おお、いいじゃん。あ、何これ、何これ。あ、ちょっと、ちょっとちっちゃくしたんだよ。さっき良かった感じ。確かに、えー、ちょうどいい。やったー、ちょうどいいね。さっきを、まあ、めっちゃ前だからでしょ。めっちゃ嬉しいよ。めっちゃ嬉しいでしょ。だと思った。じゃあ、ロケ出します。うん、何かな、何かな。え、どうしたの。だってこの道行くってもんね。だから道行くってもんね。見て、何何何何、初めて食べるの。初めて食べる。え、これビッグマックの話やったらいいかなと思って。え、こんなに知ってるの。ビッグマック3つです。え、でかっ。でかっ。え、待って、バンズ3枚あるの。そうなんだ。初めて見たよ。ハンバーグも2枚。え、え、重いよー。いや、これカレーに比べたら。しかも朝少なかったからね。確かに。え、でもパンケーしか来てないんだけど。え、確かに。あ、パンケーが欲しいね。そうなんです。今日はパサパサでいいだね。そうそう、パンは刺すのパンで。いただきます。いただきます。初めて。いただきます。どうやって見てくる。キャベツめっちゃ落ちてる。初めて。お、カロリーいいよ、いいよ。お、いいね。どう。うん、おいしい。おいしい。お腹空いてるからね。けど、食べて。食べて食べてもさ、上にたどりつか。そうだね、途中だね。うん、おいしい。でかい。大変だこれ。うん、なんか、まだ辛いんだけど、なんか入れた。辛くない、これ。あ、そっか、これが辛い。これ辛い。あ、赤いの入ってるわ。唐辛子だ。普通に唐辛子の辛さ。これ重いけど、こういうのは早く食べて、休憩時間も。あ、そうだよね。誰が早いかな。うん、はるか。わかる。うちの周りも赤ちゃんやん。まあ、でも夜もね、あるんでね。そう、こっからはちょっと時間空きますから。そうだね。そうそうそう。お腹すかせよ。うん、めっちゃいい勝負だって。いや、すごい、めっちゃみんないい勝負だよ。さあ、誰か行くんだ。ちょっと待って、マジでもう待って。早食いに待ってるのが早いの。早い、ちょっと早っ。うん、もっと早いの。早かったのだよ。うわぁ、すごいじゃん、みんな。チキルス、うわぁ、おった。顔芸いないよ、顔芸。あ、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 うん、うん、いきます。うん、うん、うん、俺かなよ、こっち。いや、飲み込んだ。そうだし、出てくる、中に出る、中に出る。大丈夫か、出てくる。すごい、どうか一番。やった、すごい。ナンバーワン。はい。あ、やばいね。セリが出てる感じ。セリが出てるやん。詰まってます、完全に。次のやつよ。え、もうサラダとかで締めたい。冷製パスタとかでいい。お腹いっぱいだから、それの方がいいね。そうだね、甘くそんな感じかな。最後ですね。あれ食べたい、モンブラン。あ、最後だしね。いいね、締めのデザートがいいね。うちはタピオカとか、そんなね、そんなんがいい。あ、そうだね。いつまで食べてんの、ほんとに。こういう小学生いるよね。いるよね。掃除の時間邪魔よね。邪魔ないよね。掃除しようじゃん、今から。掃除しよう。掃除しよう。掃除が入っちゃうね、この中に。掃除かけよう。お疲れ様です。ということで、お昼ご飯完食しました。はい。じゃあ夜までね、結構時間あるんでね、うん、昼ご飯までゆっくり過ごしたいと思います。はい。フルーツポンチ。はい、ということで休憩してたんですけど、そろそろ夜が近いのでね、頼んでいきたいと思います。はい。さあ、何にしようか。今日は何がいいかな。じゃあ何にしようかな。まだお腹残ってるからあっさりがいい。あっさりがいい。あっさりがいい。サラダとかつってたよ。いや、本当にビーフ食べたから。ビーフ？牛がいい。肉とかやめて。
肉は絶対無理。鳥も牛も豚もいらん。オッケーオッケー。うん、じゃ肉は鶏もやめてほしい。オッケーオッケー。じゃあこれいっちゃう、うん、あ、いいんじゃないこれ、うん、これしよう。夜と言ったら、うん、これ、あ、やっぱそれでしょ。いい、ね、頼みましたよ。じゃあ私も頼みました。頼みました。じゃあめっちゃいいサイズにしといた、はい、ちょうどいいサイズって言う。それも嬉しい、ね、最適なやつ、うんうん、夜に最適なサイズにしよかった。優しいね。優しい、うん、ウーバーっていろいろあるんだね。先輩たちに習わなきゃ。ちっちゃいの3人分ちょっと、うん、はい、どうぞ。じゃあこっちね、もらいます。でかいで、待って、え、そういうこと、え、一つがでかくない、待って、やばい。ハゲスライが一番好き、牛丼だったら。俺も初めてだ。え、何言うの。牛丼の特盛りです。今回ってどこ、特盛り。で、真似が上だからめっちゃ嬉しいんだけど。え、でも、ロックはやばいって。特盛り3個分。え、こっちはちょっとあっさり唐揚げ。うん、そう、どこがあっさり、超ラムとかついてるからいいじゃんね。どこら辺ついてないんだけど。肉じゃん、もう食べてたのに。パラメ、今日これでいいわ。こっちで、ね、ペリショウガだけ。うわー、お肉、ね、見て、やっぱお肉が嫌だって意見聞いて。そうそうそう、まっちゃんがすぐにお肉選んでくれた。うわお肉がいいことかなって思って、うん、ベストサイズは私が選ばせてもらいまして。いただきます。ヘビーすぎんのよな。食べるね。こっちのセリフが、いやいや、そっち少ないって。でかいよ、とこもよ。いや、ご飯いらねー。確かに。唐揚げ食べるでしょ。おいしい。うんうんうん。最高じゃん。あるか。食べてる。食べてる。食べた。本当に進む手が。うん。揚げっていつ食べても美味しいんだよね。あ、確かに。ね。揚げと美味しいよね。めっちゃ美味しい。でも進んでないよ。進んでるよ。進んでないよ。だってこれ4個入りでしょ。うん。まだ4つの塊に見えてる。一口食べた。半分あれ俺いないの、ほら。ちゃんとね、なんかネズミがかじったみたいになってたけど。こっちもよ。お前やろ。わー、半個入れてよ。同じの2人。めちゃくちゃ熱いまーす。うわ、めちゃついて、もう、うん、きつい。食べる気かっていうとさ、眠くなる。そうそう、そっち、それが、それがかってさ、普段は全然食べれるよ。3食ぐらいで余裕よ。カッキャンって不思議だよね、うん、食べる人食べない人の差がさ、うん、確かに、うんうん、違う、あの、そうそうそう、ダイエット中、食べてない時は基本ダイエット中なんかっちゃう。私面白い話じゃないけど、うんうん、豆知識、うん、豆知識教えてあげるわ。いいよ、これから使える豆知識。どこで使うの。いや、マジで使えるから。え、カメだ。ええー、カメだ。すごい。ちょんね、うん、何イルカは、うん、頭に鼻があるらしい。え、鼻、知ってた。あ、この頭のてっぺんにあんの。本当にあの穴が開いてんだって、うん、これ、ヒーってくるんだって。イルカが上に上がってくるんだ、ここで、ね、空気を吸い入れて、うん、潜ってくる。あれか、イルカってこんな、そう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 、あれずっとクジラ想像してた。あすごいよね。そう、普通にあるんだ、そういうの。繁殖、うん、うわうん、繁殖、うん、そう、マジ、あれはどう、やばい。じゃあ寝ようかな、もう。うん、寝ようか。寝よ、おやすみ。一緒寝ようか。サッカー、何サッカー、進んでないよ。ちゃんとかじってるから、かじってる。いろんな唐揚げにかぶりついてない。ねえ、かっちゃん、なめよ、そのかっちゃん。かっちゃん、あれ、ダイエットの時もさ、全部一口ずつ食べて。そう。興味あるとこと、ないとこがあるのよ。めっちゃわかる、でも。わかるでしょ。わかる。ここは興味あるんだけど、ここ興味ないんだよ、大体。あー、これぐらいとかの土が。そうそう、わかるわかる。終わるよ。寝とるやんけ。大丈夫本当に。まだ。うちらが遅すぎて寝てるって。3時間ぐらい食べてる。リナ。リナやばい。はい、食べますか。完食。やった。やった。顔色どんどん悪くなる。やばいやばい。顔色が。ああ。はい、落とそうとしてる。ちゃんと落としてる。朝から優しかったと思いません？ドーナツ。ドーナツ優しかった。ドーナツ優しかった。まあね。釣り台から特にだったから。違うよ。うちらに火をつけたのは朝のあなただったよね。朝からカレーってね、元気出るじゃん。うん、そうそう。その時はカプサイシンで元気出てほしかった。辛かったよね。カプサイシンだっけ。はい、最後の一口。おー、食べたー。おー、美味しそう。ドーナツ食べた。食べた。ピーってなってる耳。本当は。美味しかったね。うん、美味しかった。よかった、よかった。フルーツポンチ。はい、ということで、ウーバーイーツ頼み飯生活、これにて終了。ありがとうございます。お
朝から今日頑張って一日食べてまいりましたので、ね、はい、楽しかったね、はい、お互いにね、まあ、間にはいいなって、うん、確かに楽しかった終わりました。はい、はい、では本日の LINE のキーワードはじゃあクジラのハルカ、あ、イルカだった。クジラの話もしたけど、じゃあクジラのハルカでお願いします。お願いします。本日もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、コメントお待ちしております。明日の動画も見てください。バイバーイ。輝く星が一つ見つけた、それを捕まえなくちゃ、逃げたりはしないけど、目指したいのは一つ、夜の闇を越えて天元とファイザー行け、見上げた空に光る輝く星が